続いてサナさん、現時点で番組の虎とされている社長は具体的にどなたですか、もしくは降板された社長はどなたですか、虎全員が深くつながっているみたいなアピールをよくされる割にコメント欄を見るといつの間にか降板したことになっている虎の方々もいらっしゃるようなので、事情については話せないこともあると思いますが、虎の皆さんのようなワードが出るたびに皆さんって誰とモヤモヤするのではっきりさせてほしいです。はっきり言ってね、ここで僕がこれ正式に答える義務はないと思ってますよ。まあ、どんな番組でも、例えばそれに出てた人がそこを降板した時にいちいち降板理由を主催者側が説明する理由ってないじゃないですか。なのでないとは思いますけど、まあ、せっかく書いていただいたので一度お伝えしますね。正式に降板しますというふうに僕が聞いてる社長は今のところ忽那社長だけです。で、あと降板でまた機会があれば出ることもあると思いますけど、その時にはよろしくお願いしますというふうに言っていただいている社長が、古い順番でいくと長谷部社長ですね。長谷部社長、金がないんだと今だから、もう一度儲かったら出ますって言ってます。それから甲斐さん、甲斐百合子さんですね。甲斐百合子さんも気上がればまたぜひっていうふうに言ってはいただいています。それから足立社長もツイッターでも挙げられてましたけども、これが最後の回になりますというふうにおっしゃってました。ただ、まあ僕には今自分の仕事がね忙しくなってこうこうこうだけども、また機会があればということを言っていただいてます。それからトーマ社長、トーマ社長も僕には新規事業で忙しくなったので一旦ちょっとここで出るのをやめますと、でまた機会があればということは言っていただいてます。それから金子社長、金子社長は僕が自分で会いに行ってノリでねああやって出ていただきましたけれども、その後ですね志願者で出たいって言われたんですよ。で、まあさすがに虎で出てきた社長がいきなり今度志願者でっていうのはちょっとないなと思ってるので、僕の方からちょっと金子さんそれはちょっと勘弁してくださいっていうお話をして、まあ、それ以来ご連絡を取り合ってないので、ひょっとしたら金子社長はもう虎としてはお出にならないかもしれませんね。それから池畑社長ですね。池畑社長も、まあ、ご自身家庭の事情があられて今なかなか東京まで来ることが難しくなっているので、しばらくお休みをさせてくださいというふうにおっしゃっているので、私もまたね復活していただくことを待ち望んでいる方ではいらっしゃいます。小林さん、小林さんはもう動画にも流れてますけれども、独立をされたので今、当然ねスタートアップでいらっしゃるので、投資をするお金もまだ今ないけども、何としてでも今年中に、虎として復活したいというふうにおっしゃってるので、これも待ってる感じです。まあ今ざっとね8人の社長のことを言いましたけれども、本当にそういう形で最近出なくなってる社長は何人かいらっしゃいますけれども、